こんばんは、水野明子です。そして毎日新聞ホット兵庫編集長の平野幸男さんです。どうもこんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はまずこちらの動きからです、はい、大阪市の橋本市長が今日辞職届を提出しました、うん。まあ、出直し選挙で勝って大阪都構想についての協議会の運営で優位に立ちたいという、まあ、狙いなんでしょうが、野党各党が猛烈に反発をしております、うん。でこれまで橋本さんは辞職の理由についてですね、都構想の設計図を話し合う特別区設置協議会での議論が行き詰まったから、まあ、出直し選挙で議論を前に進めたいと、まあ、言ってはったんですけれども、さらに今日はこういう発言がありました、はい。都構想に反対する自民、民主系、共産の議員を協議会のメンバーから外すということも選挙の争点だというふうに、橋本さんは言ったんですね。はあ、大変な発言ですよね。でも、議会ので選ばれた、ね、はい、議員たちをその討論に参加させないということができるんですかね、果たして。ねえ、そんなことも選挙の争点だなんていう発言ですが、まあ、そしてですね、その一方で必要な意見はいただかないといけない、うん、として公明党についてはですね、はい、議論を続けたいという考えを示したんですね。ただ一度はこの間公明党のことは約束に反した、人の道に反する、許さないっておっしゃってましたね。本当ですね。で、まあ、公明党の方は今日どんな風に発言があったかと言いますとですね、はい、あれだけ我が党を罵倒しておきながら、うん、誠意ある対応をしてきたと今頃言われても、もう私の意思に刻みましたよと、あの言葉は、いうような発言も出ております、まあ、投開票日は来月3月の16日か23日になるだろうと、はい、まあ、そんな公算が高まっているようなんですが、今日はですね、橋本市政を取材 し続けてこられておりますジャーナリストの吉富裕二さんに、このオープニングからご一緒していただいております。吉富さん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。橋本さんの、ね、言葉、はい、吉富さんは今橋本さんの心境はどんなもんだというふうに。いや、もう一言で言えば、はい、焦りまくってますよ。焦りまくりですか。うん、はあ、四面楚歌ですね。今ほとんどもう味方にするのは自党の一心の会しかないんじゃないですか。政治的には四面楚歌ですよ ね。確かに高い派からはもうソース感食らってますから。じゃあ味方の方たちは大丈夫なんですか。味方って維新のことですよね、はい、維新はまあ選挙戦を一致団結して戦うという意思は確認したですね、一応思ってはね、はい、そこは皆さん本当にどうなんですか。いや、まあ、いろいろと私のところにも聞こえてきますけどね、やっぱり悩んでる方いらっしゃいます。そのあたりのいろんな、はい、まあ、背景もですね、今日はお話しいただきたいと思います、はい。まあ、結局どうしたいのか橋本さん、うん、そしてどうなっていくのかというところですね、うん。そして今日の報道するラジオはですね、もう一つメニューがございます。それは NHK 問題です、はい。今 NHK で何が起こっているのか、そしてこれからどないなっていくの NHK という視点でお送りしていこうと思います。もうお一方のゲストは元 NHK プロデューサーでいらっしゃいます、永田光三さんです。 NHK スペシャルの編集責任者も務めていらっしゃった、はい、という方でございます、皆様からのご意見ご質問をいつものようにファックスメールでお受けしたいと思います。ファックスこちらです。0668099-9090 6809-9090。 E メールの場合は報道するラジオの HOU です。 HOU@mbs1179.com HOU@mbs1179.com でお待ちしております。報道するラジオ、今日の最初の特集テーマ、橋本市長、なぜ出直し選挙なのか。今日のまず最初のゲストはジャーナリストの吉富裕二さんでございます。吉富さん、はい、もう早くもですね、皆様からいろいろな質問が来ておりますよ。月見団子さんでございます。橋本市長さんは昨年の従軍慰安婦発言以来、どうも世間の空気を読めてはらへんような気がするんですけど、どない思いはりますかって。まあ、ご自身の思想心情を素直に
出されたんでしょうけども、うん、結果として、うん、その世間の反発を食らって国内だけでなくして国際的にもですね、相当なこの批判を受けた。特にアメリカなんかは国務省あたりがいろいろと言ってましたでしょ、はい、だから確かに結果として空気読めなかったっていうのは当たってるかもしれませんね。まあ、焦りというものをね、はい、感じるって最初おっしゃいましたけども、なんで橋本さんはこういういろいろな批判も出る出直し選挙にあえて打って出たのか、はい、あるいは出なきゃいけないと考えはったのか、どうですか？焦ってる背景はね、一つはスケジュールの遅れなんですね、はい、つまりその橋本さん維新の会の公約でいくと、うん、大阪都構想の実現時期というのは来年4月なんですよ、うん、で今年の秋、まあ、10月か11月には住民投票したいという公約があるんですけども、スケジュールがあるんですけど、どうも今のままでは難しそうだというのが一つありますね、でもう一つの背景は、維新人気の凋落です、うん、でやはりまあいろいろと各新聞テレビが例えば日本維新の会の政党支持率を調査してみても、まあ、2% とか結構あんまり高くないですよね、うん、でそして統一地方選挙前回ありましたね、はい、3年前にあの時の勢いっていうのが随分なくなってきてますよね今、まあ、だいぶ違ってますよね、はい、やっぱり堺市長選が大きかったんですか。そうですね、大きかったんだ堺は、そうですね、でまあそれは堺なんかはまあ多分その結果だと思うんですね、支持率が落ちてきた、で橋本さんも確かにまだまだ人気は高いんですけども、以前に比べるとやっぱり落ちてきてると、そういう中にあってその都構想特に住民投票まで進めるのかっていう一つ焦りがあったと思うんです、でここでやっぱり起死回生の策として出直す選挙でもう一度注目を集めて、都構想に対する認識を深めてもらおうという狙いがあったのは間違いないと思います。起死回生の策、はいはい、本当にそれは起死回生につながると、はい、橋本さんは、まあ、思っていらっしゃる、まあ、一か八かっていうのがあったと思いますよ。僕は逆だと思ってますけどね、はい、作業が遅れたというのはこれはしかし橋本さん自らが、まあ、例えば国政にかまけてですね、はい、こう本当にこれ、まあ、府知事時代から一つのこう青写真という具体的な青写真を提示するのは怠ってきたせいもあるんじゃないですか。それも確かにあると思います、大阪だけに特化してやっていれば、随分違った結果になったと思うんですけども、例えば都構想の具体的な話をしているいわゆる法廷協議会ってのがあるんですけども、そここの間1月31日で13回目だったんですけども、橋本さんなんかはその反対派が多くってその足場から引っ張ってるっていうふうにおっしゃってますけど、決してそんなことないです、やっぱりちゃんとそれなりの議論をやってるんですけども、それでも具体的にね、この本当制度設計やろうと思ったら、13回ぐらいじゃ足りないんですよ、はっきり、はっきり言って。で、私も大阪府とか大阪市の職員の幹部の方といろいろ話をしますけども、正直なところ、やっぱりその来年4月は無理だと、どう考えて、ところが大阪だしたって、というのは一致してる話でね。だから、無理に、こう、平成27年4月っていうところにハードル作ったところに、ちょっと無理があったのかなって気はするんですよね。このたぬきわんわんさんっていうリスナーの方が聞いてらっしゃるのはね、出直し市長選をしたって、市議会の構成は変わらないんでしょ？変わらないですね。だから、都構想を進めるって言ったって意味ないんじゃないですか、そんなこと橋本さんも分かってるはずで、単なるパフォーマンスじゃないんですか？法廷協議会の実際に都構想を進めようと思うと、法廷協議会の場であって、大阪府議会市議会じゃないんですね、で法廷協議会で議論を進めて、まあ、橋本さんよく設計図設計図っていうふうにおっしゃってますけども、これ、まあ、ちゃんと正式名称は協定書っていうんですけど、それを作ってそして次に府議会市議会で、決議して、賛成反対の、まあ、決議ですね、でこれ賛成取ったら次住民投票ってことなんですけども、変えるんだとならば本当は、この法廷協議会の中身を変えなきゃいけないですね、だから今日はその都構想に反対している自民や民主系共産の議員は協議会のメンバーから外すことも選挙の争点だと理屈としては橋本さんはおっしゃってます。理屈としては正しいんですけど、実際問題やると大変なことになります。それいや議会の勢力を無視して
自分たちの言う通りのこの構成にするというのはちょっとこれは民意の否定ですよね。それは議会の意味というか、意義というのをもう棚ざらしにしてしまう、棚ざらしになりますよね、議会の意味は。それが許されるんであるならば、つまり法廷協議会で賛成派だけで仲良し小良しでやるんであるならば、最初からもうね、もう大阪府と大阪市、これ大都市局っていうとこ、その府と市と職員が集まった100人の部隊があるんですよ。ここがいわゆるそのプランを出してくるんですよ、具体的な。そこに設計図を作らせて、でそれでもう住民投票かけりゃいいんですよ。最初から。何のために法廷協議会だってことですよ。それはやっぱり大都市局が出してきたプラン、まだ案ですよね。それを叩き台にしながら、ああでもない、こうでもないと。ここはやっぱり直さなきゃいけないとか、ここはちょっとおかしいんじゃないかっていうのを議論を重ねながら進んでいくもんですよね。で、それをだから賛成派だけに固めちゃって、ああ、いいんじゃないですかっていうふうにやってしまうと、これは大変なことになりますよ。実際に住民投票に出される、その、設計書、設計図っていうのは実は、穴だらけの欠陥品っていう可能性もあるわけであって、そんなの普通の有権者は分かるわけないじゃないですか。だからそれをしないために、どうせ出すんだったならば、本当に出して住民投票にするならば、かけるんであるならば、まあ通るという前提でもって、完璧なものを作らなきゃいけませんよね、当然。そしたらそのためには相当練らなきゃいけないわけですよ。で、それを賛成派だけに固めてしまったらどうなるかってことですよ。ひょっとしたら、もうこのままスルーで、もういいんじゃないっていうふうになりかねない可能性もあるわけですよ。そもそも特別区の区議会の定数さえ何も分かってないでしょ。これからですね。ねえ。はい、だからこういうものを一つやっぱり詰めていかないと、住民投票なんかかけられないですよね。もちろん。だからその一応ステップって、順番組んでるんですけども、そういう今のような議論でこれからなんですけど、まだずっと手前なんですよね。これね、はい、もし橋本さんが選挙で再選されたとしてもね、議会の構成を見たら、維新は大阪府議会も大阪市議会も過半数に届いていないから、じゃあ、結局、公明党が、橋本さんの方で協力しますということにならないと、議会は通っていかないでしょ？はい、議会がやっぱり公明党の協力に必要です。その公明党との橋本市長との、そのやりとりというのは非常に今、注目される一つかと思うんですけども。やはりもう、1月31日の法廷協議会の後に、橋本さんと松井府知事がですね、囲み会見やったんですね。で、そこで、まあ実質的にその法廷協議会の議論は終わりだみたいなニュアンスの話をしたもんですから、でその後2月3日の共同記者会見で、いろいろ批判しましたよね。公明党に対して。その前にも確か東京でもなんか批判してたみたいですけど、もうあれでね、公明党の方だしじゃない、もうブチ切れちゃったんですよ。完全に怒ってしまって。これ公明党が約束を破った許さないという橋本さんの言葉の意味ってどういうことでああなったんですか？これはね、ちょっと遡るんですけど、前の前回の衆議院選挙の時なんですよ。衆議院選挙の時に、当時、公明党は大阪に議席なかったんですね。で、大阪の議席の奪回が至上命題だったもんですから、で、お互いに、まあ、その選挙協力して、公明党が立てる選挙区については、維新の候補者立てないと。これはあったら間違いないです。で、その見返りかどうか知りませんけども、大阪都構想に協力していただきたいという、まあ、その、相談事があったら、まあ、容易に察しがつくわけですし、で、まあ、当時そういう報道があったんですけども、問題はね、橋本さんたちが言ってるのは、住民投票まで協力してもらえると。いうふうに公明党が納得してくれたと、約束してくれたと、いうふうに、まあ、言ってるわけですね。住民投票まで行くと約束したじゃないかと。で、いろいろと私も聞いてみるとですね、この住民投票まで行くという意味の解釈の多分違いがあるんですね。で、公明党にしてみたら、そうは、何が何でも出されてきた案について、プランについて、丸呑みして、住民投票にかけるわけじゃないよと。住民投票にかけるまでには、やはり、それを叩き台にしながらブラッシュアップしなきゃいけないでしょと。そうじゃないととんでもないもんできるでしょっていうとも認識があるんですよ。だから、丸飲みはしないよっていう意味なんですね。公明党してみたら。で、ところが、その、ニュアンス的にはですね、橋本さんたちは丸飲みしてくれるみたいなんですね。
その、うん、米と丸飲みしてくれるみたいな言い方するから、うん、ちょっと待てよと、うん、まあちょっとその辺の認識のズレが、ここの関係は修復されることは無理と思いますか。言ってみればですね、はい、米とはもう離婚届けですね、もう反抗しちゃった、反抗しても、もう持ってるって感じですもん。今は吉住さんね、はい、あのそもそもですね、あのこれ大阪都構想が実現すると、はい、市議会の解体につながりますよね。特別区になってしまうわけですから、市議会って市役所の解体ですね、はい、ということは今公明党というのはその市議会ですごい力を持ってるわけでしょう。それが分散されてしまうでしょう。分散っていうか、まあ、ただ今度都議会に移りますからね。都議会というか府議会ですからね。府議会に、ね、府議会に移りますからね、うん。だからそれは非常に煩わしいわけですよね。公明党にとってみれば。どうなんでしょうかね。うん、まあ、今度区議会がありますからね。うん、確かにその、市議会がなくなって、この困るっていう意味においては、うん、みんなそうじゃないですか。維新含めて、うん。だから公明党だってそんな簡単にね、うん、定数がはっきりしないまま、区議会の設置につながるようなことを今ね、うん、OK するということは客観的に見てありえないなと私は思ってたんですけども、うん、そんなにこうその積極的じゃないんじゃないですか。公明党は公明党のところですか、公明党はね、うん、認識とするとですね、うん、やっぱりその大阪都構想のその方向性、うん、それは例えば、二重行政の解消であるとか、うん、住民に近い基礎自治体というところについては必ずしも反対じゃないんです、うん、で僕もそうなんですけど、うん、だから都構想が持っている方向性についてはやっぱある程度評価しなきゃいけないところもあるわけですね、うん、でそこについてはやろうよどん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 、うん、いう考えは持ってるんです公明党にもね、うん、でただそれがどうせ作るんであるならば完璧なもの作んなきゃいけないでしょと、うん、大阪とかできた途端に財政破綻したら話にならないじゃないですか、うん、あ、そのね、財政の話ですけど、うんうん、松村明さんって方は大阪市民でいらっしゃるようですが、こうおっしゃってます。橋本さんは都構想で税金の無駄遣いを省く、あるいは少なくしようということのようですけど、はい、今回のように必要のない選挙を繰り返すことの方がよほど税金の無駄遣いに思えるんですか。6億円ですよね、選挙費用。6億円かかるんですか、選挙。6億円以上かかるという、うん、実際には6億円以上。で仮に選挙がなかったもね、うん、ゼロかってそうじゃないですね、うん、それまでにその投票用紙であるとか立て勘とか用意しなきゃいけないじゃないですか、うん、やっぱり3億円か4億円ぐらいかかるそうですからね、うん、あ、そうですか。選挙がなくてもなくても、はい、で今ちょうど予算の詰めの大切な時期なんじゃないですか、うん、大変、もう職員大変ですよ、もうその徹夜徹夜でねえ、一番暇してるのは大都市局ですよ、うん、回転休業状態、うんうん、はあ、それから人事についても、うん、4月の人事についても今どんどん詰める時期だって聞きますよね。はあ、先ほどね、橋本さんは起死回生の策だとして今回の出直し市長選に打って出たんじゃないか、だけど吉富さんは逆に起死回生にはならない、逆に働くんじゃないかとおっしゃったでしょ、はい、そのシナリオはどういうものですか。つまりですね、はい、橋本さんは今回の選挙の、争点を、うん、大阪都構想の是非ではなくして、うん、どうぞ設計図を書かせてくださいというふうに2月3日の記者会見でしきりにおっしゃってたんですけど、はい、これって言葉変えただけでね、うん、前回のダブル選挙の時に、都構想の是非を問うたわけですよ、それで税が出たわけじゃないですか。何も進んでないですよね、はい、その後から、うん、結局税が出たわけであって、うんうん、つまりやってくれっていう民意が出たわけですね、うん、それやってくれっていう中には、うん、設計図書いてくれって意味が含まれてるわけですから、そうですね、それはできてないわけでしょ、当然の話、それはだから政治的責務ですよね、うん、それだけ有権者からOK もらったわけだから、うん、それをやるのが市長の責務ですよね、つまりその橋本さんはその各党は争点がない争点がないと言ってるけども、争点はあるんだとおっしゃってるけども、うん、結局同じ、違う言葉を同じ意味ですよね、都構想の是非もね、うん、設計図書かせてくれ、だからはっきり言ってだから前の争点と変わってないんですよ、うん、だから全くやる必要がない選挙であって、だから各党しらけちゃってるわけですね、うん、維新以外のところは、うん、でまあ候補が出るかどうか分かんないですけど、多分今のところ出る可能性低いですよ。共産党側が出すんじゃないかとか聞きますが、はいはい、多分出さないんじゃないかなと僕は思います。対抗馬なしになったらどうなるんですか。結局ね、まあ
コマスみたいな候補が出たら、それとも選挙になりますから、はい、全くゼロだったら選挙なくなりますよね。うん、で無投票当選という形になって、うん、結局民意を問わないまま、橋本さん戻ってくるわけですね。でそれでも橋本さんはきっと、私は民意を得たっておっしゃるんじゃないですか。間違いなくおっしゃるでしょう。その時は橋本さんどんなやり方があるんですか。どんなやり方があるんでしょうね。もうだから違うことできるんですか。それで結局、昨日から言い出したのが、また争点がちょっと変わってきて、法廷協議会ですね。そうですね、法廷協議会の、で、メンバーを、反対派を排除すると。排除する。というふうに言ってたんですけど、はい、これ、やると大変なことになるんですか。できないと私は思いますけどね。やっぱ反発はものすごく反発もそうですけど、これ、論理的には可能なんですよ。法廷協議会の規約を見ると、委員っていうのは9人いるんですよ。ごめんなさい、18人。議員さんが18人、うん。で、府知事市長を入れて計20名、うん。で、府議会9人、市議会9人なんですね、うん。で、この9人9人は議会の推薦でもって選ぶってなったんですよ。うん、議会の推薦で、うん。で、今いるメンバーって議会の推薦で出てきたんですよ、うん。だから、じゃあ、これを変えようと思うと、うん、議会の議決が必要なんです。そうですね、はい。そこでストップしますよね。無理でしょ。で、公明党がノーって言ったら、一つだけ可能性がある。何ですか。府議会。あのね、今、大阪府議会の構成っていうのは、ちょっと前まで維新が過半数取ってたでしょ。今、4人が造反して過半数ないじゃないですか。そういう人たちがまた戻ってくる、戻ってくるというか、あの人たち一部の報道によると都構想までは反対してないとおっしゃってるわけですよ。そうすると、うん、可能性として、うん、この4人を取り込めば、うん、過半数があるから、うん、確かに議会の推薦でもってもう一度ガラガラポンして、うん、選び直すということは理屈の上では可能なんです。ところがね、これをやると、はい、とんでもないしっぺ返し食らいますよ。なんで、市議会の方で。ああそうか、府で何やってんだと。大阪市議会の意思はこっちだって。市議会は今そういう状態じゃないじゃないですか。はあ、でもこういういろんな中で情報がね、はい、まあまあ明らかになってきて、橋本任期というのはどう思います。はい、前のように続いてるのか、今の状況どう見られますか。橋本任期ですか。はあ、あ、まだあります。はあ、これは橋本さんは人気は強いです。うん、でもし今、うん、住民投票をやれば、はい、多分通ります、うん。多分通ると思います。はい、で、まだまだピークに比べると相当落ちてるけども、うん、まだまだ橋本さんの大阪の人気は高いというふうに僕は思ってます。いろいろ聞いてみても。でそれがでも起死回生にはならないというのはもっと長い意味ですか。繋がらないっていうのは、はい、それは結局橋本さんが言うようにこれは非常にテクニカルな話になるんですけども、うん、大阪都構想の議論を進めようと思うとやっぱり議会法廷協議会の構成を変えなきゃいけないんです。うん、ところ変わらないですよ。出直し選挙したところで戻ってきたところで、でもさっきも言ったように橋本さんが反対派を排除するっていうふうにやったときに、僕も今日は言いませんけども、うん、市議会においてとんでもないしっぺ返し食らいますからね。で、その時点でアウトですよ、はい、法廷協議会は。で、じゃあ実態何も変わらなくて、はい、かえって排除するとかですね、うん、そういうことをすると、これまで橋本さんに拍手を送っていた人たちまでがですね、これ独裁じゃないのとか、暴走じゃないのかとかですね、そういう気分がですね、芽生えてこないとも限らない。うん、で、もう一つ言うと、うん、橋本さんは今回の選挙は法廷協議会で、都構想の議論がストップしたから出直したっていうふうになってるんですけども、うん、法廷協議会の議論っていうのは、うん、まあ、今回は特別区の配り案ですね、うん、4パターンあるやつを一つに絞る、はい。これだけじゃないんですよ。まだまだハードルいっぱいあるんですよ。いっぱいあるんですか。いっぱいあるんです。うん、その、ちょっと議会がノーって言ったら、うん、それはね、橋本さん否定しなかったんですよ。この間2月3日の記者会見の時に、そのことについてある記者から問われた時に、あらゆる手段を駆使するみたいなニュアンスで言い方したられたわけです。ということはね、じゃあまた再選挙出直す選挙ですかとかいうふうに話になってくるんであって、で今回橋本さん頑張ってっていうふうに言ってる人もですよ、なるほど、またやるのと、また6億円使うのとかいう話になってくる可能性も高いので、だからもう次にね、また確かに選挙っていうのは民主的な手続きかもしれないけども、あんまりそれをねやりすぎるとね、殿下の宝刀を抜きすぎるとね、錆が出てきますって、うん、はい、
はい、今日はジャーナリストの吉富雄二さんにお話しいただきました、うん、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。報道するラジオ、次の特集テーマ、今 NHK で何が起こっているのかです。スタジオにお越しくださいましたのは元 NHK プロデューサーの永田光三さんです。東京から来てくださいました。こんばんは。こんばんは。どうぞよろしくお願いいたします。まあ、永田さんは元 NHK のプロデューサーという立場で、はい、まあ、今どんな風な思いで NHK を見ていらっしゃるのかまず伺いたいんですけど、はい、まずは新しい会長の就任会見ですね。これはどんな思いでご覧になりますか？いや、だから就任会見っていうのは、今日から NHK ですっていう日の会見ですよね。で、聞いて、まあ、椅子から転げ落ちるっていうかですね。あ、転げ落ちそうになりましたが。前代未聞、空前絶後ってのはこういう時に使うのかなと思いましたね。で、まあ、いろいろ言われてるんですけども、例えばその慰安所は戦争地域にどこでもあったとかですね、うんうん、どこにでもあったっていうことは断じてないし、うん、で国連でも何でも指摘されてる問題で、で去年の5月に橋本大阪市長の発言で、まあ、物議を醸したわけですけれども、新聞を読んでないのかっていうふうに思いますね。で NHK の放送ですけども、うん、その現場の記者やディレクターが一文字一文字間違えないようにこう放送を出すために努力しているわけですけど、毎日放送も同じだと思いますけど、うんうん、にもかかわらずその NHK のトップがその続論を吹聴するっていうのは現場はたまらないと、うん、だ昔ベンチがアホやからっていうのがありましたけども、うん、あんな感じでしょうかね、うん、で、まあ、中身もうちょっと見てみると、その国際放送について政府が右というのは左と言えないとかね、秘密保護法についても通っちゃったんで言ったって仕方がないとか、そういうのはやっぱ政府の暴走をチェックする、まあ、あるいは監視するっていう報道機関の役目を放棄してるっていうことですよね。でそもそもこれまでその総合商社の副社長をされてたようですけども、うん、公共放送のトップだけじゃなくて、その自身の発言で外交問題を起こすっていうのは、うん、そのビジネスの世界でも失格って言っていいんじゃないですか。うんうん、ですね、もうリスナーの方からどんどんといろんなご質問が来てるんですね。はい。これは神もホットケーさんっていう方ですね。やっぱり会長さんの問題で、これ社会的普通の会社だったら即辞任か解任じゃないんですかと。と思いますね。だから例えばまあ、はい、アジアでもその、まあ、世界各地に取材に行ったり、その番組のその、うん、一緒にやりましょうみたいな交渉もまあ続いてるわけですけども、まあ、商売の邪魔をするっていう社長さんがどこにいるかっていう感じですよね。あるいはね、カレーに醤油っていうラジオネームの方はね、これ任命責任は総理にはないんですか？うん、だから安倍内閣がその提案して国会のつまり承認をして、で総理大臣が任命するというのがあるわけですね。はい、で、これがだから、経営委員の方ですね。うん、で、そういうことで選ばれた経営委員が NHK の最高決定機関として会長を選んだということになっていて、うん、で、だから直接の任命責任は経営委員会にあるんですけれども、うん、経営委員を選ぶのは、安倍内閣。うん、だから、回り回って、安倍総理の責任ももちろん問われるだろうということだと思います。そうですね、うん、この方は国民が解任要求とかできないんですかとおっしゃってるんですが、国民にはそこの権利はないわけです、ね、だからNHK がですね、うん、そのなかなかその国会ってのはその国民の代表なんですけれども、うん、その選ばれた政権が即 NHK の会長をクビにするっていうになってしまったら、うん、それは政治の介入っていうことになるので、そこはやっぱり歯止めをかけなきゃいけないんですけれども、うん、非常にまあ常識的なこととして、社会的にこう非常識な乱暴な意見を NHK のトップが吐いていいはずはないわけですね。うん、でそれはだからまさに今国会でも責任追及されてますけれども、責任は問われて当然のことだと思います。今回はですね、その会長を選ぶ経営委員の方のいろいろな発言も次々に問題になって、毎日毎日って感じですね。いますよね。
長谷川さんっていう女性の方は、哲学者と言われてますけども、まあ、とんでもない野村修介氏が、まあ、朝日新聞でね、短銃で自殺した時にそれを賛美するような追悼文を去年出してたと、まあ、毎日新聞がそれを書いたんですけども、まさかそこまで、まあ、その憲法を否定するような文言ですよね、あれ。あ、そうだと思います、やっぱり21年前の朝日新聞社での拳銃自殺事件ですけど、まあ、言論の自由の砦ですよね、新聞社ってのは、それを暴力で攻撃する行為を良しとするっていうのはですね、やっぱりおかしい。で、NHK の経営っていうのは公共放送の社会的責任を深く自覚して、で、高い倫理観を備え民主主義の発展に資するっていうのが含む規定にちゃんとあるわけですよ。で、長谷川さんもそうですし、百田さんもその安倍さんの応援団を辞任して、総理に靖国参拝を進言したりとか、あさって投票 その東京都知事選挙で玉上さんをかなり、はっきりした形で応援したりとかですね、やっぱ公共放送 その社会的責任ということで言えば、不適格って言わざるを得ないんじゃないでしょうか、ね。中立性を損ねてる上に、しかもその他の候補者の人を人間のクズというような言い方をしたんですよね。人間のクズはやばいんじゃないでしょうかね。そういうのっていうのはやっぱり、これは本当に適格性に欠けるなと私は思うんですけどもね。そういう、もちろんだ憲法では言論の自由は保障されているんですけども、NHK の経営員っていうのはより厳しい倫理性をやっぱ問われるわけですから、そこはやっぱり言動に注意して叱るべきだと思いますね。で、今挙げられた長谷川さんにしても、作家の百田直樹さんにしてもですね、ついこの間経営になられたばかりですよね。つまり、安倍政権になってから送り込んだ経営が、はい、だ去年の11月12月という形でですね、安倍さんの息のかかった人が一挙に4人新しい権威に送り込まれたわけですね。で、なんか安倍さんの家庭教師だった方も、あ、そうですね、JT の本田克彦さんですね、で、あと総理のブレーン その JR 東海の笠井さんと強いパイプのある中島さんとかですね、4人が一挙に入ってきたっていうことです。長谷川さんってことは、安倍さんを総理にしようという運動をしてらっしゃった会のメンバーですね。で、先日も安倍さんの応援団ということを、衆議院の院内集会でもはっきり明言されてましたし、それはやっぱり政権をチェックするっていう言論報道機関の、その最高決定機関の経営委員会の委員としてはですね、やっぱりちょっとバランスを欠いてると思いますね。過去の NHK の歴史でこれほどあからさまにこう政権寄りの経営委員をその送り込まれて、それをまあその NHK としてですね、こうまあ受任してるっていうか、そういう状態っていうのは今までなかったんじゃないですか。これほどまで強烈に、こんなに露骨に、つまり時の政権がですね、NHK に具体的な形でこう人事の面で介入してくるっていうのは聞いたことがないですね。で、そもそも経営っていうのは、その北から南まで日本列島をバランスよくそれぞれの地域を代表する人とかですね、その賢者と言われる人がきちんとこう配置されて、その公共放送 NHK がその変な方向に行かないように、舵取りをする、そういう役割なわけですね。で、特に敗戦の翌年にはその経営委員会の前身の放送委員会というのが作られましてね、これは滝川事件の滝川幸達さんとか、岩波書店の岩波茂雄さんとかね、あと社会運動家の荒畑寛村さんとか、加藤静江さんとか、宮本百合子さんとか、今の安倍総理が聞いたら左翼の人って言うかもしれないけど、そういう戦後のリベラル勢力ですよね、そういう方たちを大胆に入れて、二度と戦争を繰り返さない民主的な日本社会を作るために、賢者としてちゃんと意見を述べてくださいというのが放送委員会であり、その後の経営委員会だったんですよね。それが今回、安倍さんに近しい、あるいは安倍さんと考えが似ている方が4人
入ったっていう、その4人の意味ってあるんですか？あ、4人っていうのはですね、総数が12人なんですね、うん、はい、でその会長の任免っていうのは9人の賛成がなきゃいけませんから、12-9で3っていうことで、うん、つまり、3人以上の異論が唱えられるとその人事は流れるっていうことで、うん、4人入るとですね、まあ、その4人が賛成反対の鍵を握ると、うん、経営会のその、まあ行方をですね左右するその議決の鍵を握るということですね、うん、まあ、今回まあ、前会長がですね、うん、本来であれば続投してもおかしくなかったと。しかし安倍政権にとっては、はい、その今の NHK の例えば原発報道なんかがどちらかというと脱原発の方に傾きすぎてるんじゃないかということで送り込んだというふうに言われてますよね、はい、でもこれもまあ事実はですね、うん、そんなことはなくて、どちらかといえば、うん、NHK の報道は、うん、むしろ原発についてですね、うん、その決して反原発っていうよりも、うん、ややこう原発の被害についても甘い報道を繰り返してきているということだと思います。ただ当初は例えばね、事故の直後に出てた水野解説委員が、はい、極端にその出演場面が減ったりですね、はい、そういう部分を出てですね、まあ、おっしゃる通り、NHK のこうなんか報道姿勢そのものがね、非常にこう揺れ動いてると、そうですね、いう感じがして、はい、まあ、政権にとっては気に食わない部分というのは結構あったんじゃないですか。だから多分ですね、政権に党にとって NHK のその放送が気に食わないというのは、うん、ずっとあったんですよ。ずっとあるんですよ、うん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 、だってつまり政権はいつも素晴らしいっていうことはないわけですし、うん、間違いは日々を犯しているわけだから、うん、それをチェックしたり指摘することは当然のこと で、 当然なんですね。で、為政者はそれに耐えなきゃいけない。そうですね、だからそれをなんか原発についてやや厳しめの報道だっていうふうに NHK に烙印を押すのは全く間違いだし、ね、事実にも反していると思いますね。過去の NHK が、まあ、どうであったか、はい、政治との距離を考えるときにですね、うん、まあ、永田さんにおしゃべりいただくのが一番ふさわしいだろうという思いもあって、ああ、ね、今日は永田さん東京から来ていただいているんですけれども、うん、皆さん覚えていらっしゃるでしょうか。これ2001年のことでしたね、うん、ETV で、はい、放送されました問われる戦時性暴力と、はい、シリーズでいろんな形で、うん、戦時下 の、 のシリーズですね、はい、状況を描いたスペシャルの番組がありました、うん、その時に慰安婦制度の責任者は誰なのかと、はい、責任者を裁くという、うん、まあ、女性国際戦犯法廷というものがありまして、はい、でこの法廷の意義について考える番組が作られました、うん、でそれがですね、実際放送されたらですね、放送直前になって、NHK 幹部の指示があって大幅にカットされ、内容が変えられて放送された、はい、うん、で、その制作に関わった会社あるいは人たちがどういうことなんだと、はい、怒って、でそれが後に問題になったという大きな、まあ、社会的な話がありました、はい、うんうん、あの時の、番組の統括プロデューサーをなさっていたのが永田耕造さんでいらっしゃいます。恥ずかしいことではもちろんございませんが、大変な、うん、まあ、経験をなさったわけです。今回のこととの、つまり、まあ、因縁で言えばですね、はい、まあ、当時2001年の1月に起きた出来事なんですけれども、うん、その戦争どう裁くかというシリーズ、はい、でこれは20世紀がちょうど終わる時にですね、うん、その戦争の世紀って言われた、うん、その20世紀の中で、うん、特にひどいその戦時下の人権侵害について考えると、うん、でそのシリーズの2回目でその慰安婦問題をまあ取り上げたわけですけれども、うん、ちょうど放送直前、うん、前日ですけれども、うん、まあ、現総理の安倍晋三さんが当時官房副長官ですね、はい、で亡くなられた中川翔一さんとか、うん、今大臣の古谷圭司さんとか、うんうんうん、別の党に移られた荒井博之さんとか、そういう名前が出ましたけれども、特に中川さんと安倍さんは、うん、放送の前に NHK の幹部と会ったと、うん、ご本人もちゃんとおっしゃっていて、うんうん、でその幹部に会っ
ったその足でですね、幹部 NHK に戻ってきて、うんうん、私にその細かく番組の改編の指示を出したということです。で、これがだから政治介入じゃないかっていうふうにまあ言われているんですけれども、NHK の方は、いや、これは自主的に変えたんですと、政治家と会ったことと直接関係がありませんというふうに言ってるんですけれども、その幹部と我々現場は、そのまさに合意の上で番組は作っていてですね、その NHK の幹部がその永田町に行く前までは、そのまま普通に放送は流れていくということだったんです。そうだったんですか。で、まあ、外形的事実で言えばですね、政治家に会った途端、手のひらを返したように番組を劇的に変えたということは確かなんですね。ただ NHK の側は私たちが自主的に変えましたと言ってるわけです。で、まあ、それがあの安倍さんが政治介入したという批判を浴びることにもなって、安倍さんは否定されてるんですけれども、ただ、まあ、あの放送界を揺るがすですね、まあ、大事件だったわけです。あの時その幹部の方は細かく介入した担当のですね、NHK の窓口の、担当局長が永田町から帰ってきて、統括プロデューサーの私永田にですね、直接一字一句こう変えるように、こう切るようにって言ったのは前代未聞のことです。一字一句、あの、それはどういう趣旨の部分を切るように、まあ、ということだったんでしょう。その慰安婦なんていなかったっていう方今もおられるんですけれども、その、あと、その、宮沢内閣時代の河野官房長官談話というのが1993年に出るんですけれども、これに基づいて日本政府の対応が、まあ、決まっていくんですけれども、この政府の対応についてもほとんど触れないようにするというぐらい、つまり政府方針そのものをも否定するっていうニュアンスの番組になっていく。河野談話も否定する内容。もちろんそうですね。つまりその従軍慰安婦に政府として関与したということを認めて謝罪するという意味は全く消せってことですね。そうですね。だからこれはなんかあの誤解があるんですけれども、安倍政権の今日ただいままでですね、外交方針として河野談話というのは生きているんです。そうですね。しかし、つまりあの安倍さん本人のですね、個人的見解というかですね、それはあの、慰安婦問題についてこの段は間違っているというスタンスは一貫していらっしゃいますので、その、まあ、主張をですね、あの NHK の番組についてもお持ちだったんじゃないかっていうふうにまあ推測されますね。従軍慰安婦なんてなかったんだという前提で番組を作れという趣旨の、まあその細かいところまでは分かりませんけれども、あの少なくとも NHK のその幹部はそういうトーンでまあ改編っていうのにいきなりですね、手を突っ込んできたっていう。で、それもだから指示に従って作っていた番組を自らちゃぶ台をひっくり返したっていうのは驚くべきことだと思います。まあ、だから今回の NHK の一連のこう人事、安倍さん人事というのは、この時のそのいわゆるリベンジというか、まあ、当時批判されましたよね、安倍さんの言動というのを。だそれを今度はもう NHK を本当にあの支配下に置こうという、確固たる意思のもとでですね、こう人事を展開したんじゃないかと。そうですね。まあ、それは安倍さんに聞いてみないとわかりませんけど、あのまあ、その安倍さんがですね、その茂木会長の一連のその妄言ですね、暴言というか、そういうものについて、いや、政府は NHK に政治介入はしないというふうにおっしゃっているのは、なんかすごく皮肉というか、ブラックな発言のように私には聞こえますね。今回ラジオの朝の番組でもですね、ある大学教授が原発について話をしようとしたら、それを、まあ、変えるように求められたというのがありました。これはどう見られますか。まあ、明後日のあの東京都知事選挙なんですけども、争点の中に原発の問題がありましてね、でその今回問題になったラジオ朝一番というのは3時間の生のその情報報道番組なんですね。でその中でその第一次安倍政権の審議会のメンバーでもあった経済学者の中北徹さんっていう、まあ、非常にあの穏健保守の方なんですけども、まあ、コストの面からその原発を考えようということを、まあ、あの語ることになってたんですけども、
今日の国会で茂木会長が言いましたけれども、うん、その選挙期間中だから、うん、公正中立不偏不党に一層配慮して、うん、この、 あの出演をやめていただいたというふうに言ってるんですけれども、うん、まあなんていうんですかね、そのやっぱ過剰反応と言っていいんじゃないでしょうか、うん、つまり都知事選の争点は様々ありますし、うんそうですね、原発の問題はですね、うん、国民全体の、うん、まあ、根本問題の一つですから、うん、それを経済的側面で語ることに何の問題があろうかと、うん、で確かにその朝の生番組政治家もたくさん聞いていて、ひょっとしたら放送したら政治家が文句言ってきたかもしれません、うん、しかしそれはあの日常的に文句なんて言ってくるわけですから、うん、怖がっていたら何も放送できない、そうですね、でだからそれをまあ、突っぱねるぐらいのですね、うん、NHK のやっぱり毅然とした態度っていうのをまあ取るべきだし、うん、その選挙政局っていうことに過剰にやっぱり配慮する、うん、あの放送っていうのは、まあ、それは放送の劣化って言わざるを得ないと思います、うん、その背景にどういうその NHK 内部の皆さんの気持ちがあるんでしょうね、うん、まあだからあのそれこそあれですね、秘密保護法についてもね、うん、国民の知る権利に直接関わるような、はい、まあ、重大問題だったんですけど、うん、NHK ニュースは、うん、その問題点についてほとんど伝えなかったっていうこともあるし、はい、とてもやっぱり情けないことがいろいろ続いているっていうふうに言わざるを得ないと思うんです、うん、で NHK はあの戦前その情報局の統制下にあって、はい、戦争に国民を導いたっていうその負の歴史があってですね、うんうんうん、もうその原発報道の時も大本営発表とか言われちゃったわけですね、うん、でそういうことをとにかく繰り返しちゃいけない、うんうん、だから政権に対してそのむしろ厳しくだからあらねばいけない NHK が、うん、そこに甘くてですね、うん、配慮をしすぎて忖度をする放送現場というのは断じてやっぱりおかしいと思います、ね、うん、いや NHK の局員の方たちもいやとても悔しいと思います。どうですかね、だから茂木さんの発言の後ですね、はい、いろんなところであのやっぱこれはひどいじゃないかと、うん、で職員が声を上げるべきなんじゃないかっていうふうに言ってるわけです、うんうん、ところがあの制度上もですね、うん、職員が会長の首を切るっていうふうになってませんから、だからあの、まあ、遠吠えを上げるっていうことだけで本当にいいのかっていうことがあるんですけど、問題はあのさっきリスナーの方の質問もありましたけれども、やっぱり市民の方と NHK 職員が一緒になってこんな NHK で本当にいいのかと、我々はもっとあの良い職場に変えていくべきなんじゃないかと、このまま流されていていいはずがないっていうふうにやっぱり声を上げてほしいですね、うん、あのあるリスナーの方はね、 NHK 会長の発言に対して NHK を放送すらしないじゃないですかと。いや本当です、だからおっしゃってます、ね、こんなにつまりメディアであの NHK のことが話題になってると、うん、で NHK はニュースをあの報道する場所でですね、 NHK がニュースのネタになるところじゃないわけですよね、うん、でものすごい恥ずかしい、うん、でしかもその恥ずかしいことを NHK 自身が伝えないとすればですね、うん、NHK を信じてこう日々放送を聞いてくださったり見てくださっている方を裏切ることだと思いますよ、うん、この方はねこうもおっしゃってて、 BBC はじめ欧米の放送局って常に時の政権とバトルをしてきたと聞くんですが、はい、その公共放送のあり方ですね、公共放送は国営放送じゃないわけですね、うん、つまり市民のための放送にっていうことを、だから戦後ですね、その高野会長っていうのは高らかにやっぱり宣言するわけですね、うん、でこれがだからあの NHK の基本だと思うんです。お上の放送じゃなっちゃ断じてダメで、うんうん、よく皆様の NHK みたいな、ちょっとなんかあの、はい、くすぐったい気色悪みたいな感じの言葉がありますでしょう、まあ、うん、でそうじゃなくてですね、本当に市民のための放送局にみんなで育てていくと、ものすごいやっぱりあの受信料で、まあ、積み上げてですね、うん、作ってきた国民のための放送局ですよ、これは、まあ、国民の財産と思ってるんですよね、だから安倍さんの私物じゃないわけです、うん、だから市民のための放送垂れっていうことだと思います、うん、で NHK がひどくなると被害を被るのは視聴者であり市民なわけですよね。そうですよね、うん、はい、だから公共放送っていうみんなの宝をね、うん、一時の政権の道具なんていうくだらないものにしちゃいけない、うん、だから
NHK を市民に取り戻せっていうことだと思います。うんうんうん、あの永田さんのご本にですね、永田さんご自身が書かれている、まあ、あの権力と俗情が結託しているような放送局は公共放送でないと、厳しくあの今ソフトにおっしゃってるんですけど、厳しいあの論調で書かれてますよね。だから権力と俗情の結託ってのはまさに今もみーさんが言ってることでもあるし、もみーさんをその安倍政権が守ろうとしているっていうことも含めて、それともう一つ言わせてもらえば、NHK 内部の権力闘争の中でですね、はい、政権にすり寄ってる人たちがいるということもやっぱり、これはだから、うん、あのまさに永田町にいい顔できて、そこをコントロールできるっていう幻想を抱いてですね、NHK の中での立場を強化して自分がのし上がるみたいなですね、プラチナ、そういう人たちが NHK の中で権力を握るっていうことは断じて許しちゃいけないですね。今回ももみーさんがどういう副会長人事をするのかということが、また NHK のこの役員の人たちの関心事になってですね。だからもみーさんがレームダックだけど生き延びた方が、その次の人の、あの実質権力が高まるとかですね、そういうなんかあの市民からすれば何をやってんだと、配信行為ですよね、つまり業務をちゃんとやってくれと、自分たちの政治の道具とかそういう権力闘争の道具に NHK を使うなっていうふうに思いますね。まあ、今のような人事が続いていったときにね、はい、NHK でどのようなことになるのか、報道姿勢にどのようなことになるのかっていう心配はいかがでしょう。いや、そうだと思います。ただまあ、あのね、やっぱりそのどんなに上が変でも経営員が変でも、それぞれの現場の記者やディレクターは、あの日々の仕事を大事に思ってますし、あの別に永田町に向けて放送を出してるわけじゃありませんから、そこはあの大丈夫だろうと思うんです。ただその人たちがこう賢いですから、先回りしてこれはやると危ないかな、これはあのやるとあの NHK の立場がNHK の中での立場が悪くなるななんていうふうに自粛することは避けてほしいし、で世の中を信用してほしいと思うんです。おかしいよっていうふうに一緒に声を上げてくれるその視聴者の方はたくさんいらっしゃる、それを信じてほしいと思いますね。永田さんたちはあの、まあOB でらっしゃるお仲間と共に NHK もっと頑張るよって現場の人たち応援してらっしゃるんですね。 ETV 事件の時に負けた人間ですし、そのなんていうか、その世の中の NHK の外で応援してくださる方をやっぱり信頼できずに、やっぱりすごくやっぱり反省があるし後悔があるんですね。だから同じ鉄を踏まないでほしいと強く思いますね。永田さんのご本には NHK 鉄の沈黙は誰のためにこの鉄の沈黙、だから職員は、あの黙ってなくていいよと、あのその、何も個人名で戦えと言ってるわけじゃないです。それは怖いですから、組織。だからあのみんなで束になって、市民と一緒に何かできるといいですね。市民を信じてくれというメッセージですね、はい、今日は元 NHK プロデューサーの永田耕造さんにおいでいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。天気のお知らせです。千葉さん、お願いします。はい、西日本は明日にかけて大雪となる恐れがあります。十分にご注意ください。明日の各地の天気ですが、大阪府は雪か雨で夜は曇りでしょう。兵庫県北部は雪か雨、南部は雪か雨で夜は曇り。京都府北部は雪か雨、南部は雪か雨で夜は曇り。滋賀県は雪か雨、奈良県は雪か雨。和歌山県北部は雪か雨で夜は曇り、南部は雨で夜は曇りでしょう。なお明日の気温ですが、大阪では朝の最低気温は0度くらい、日中の最高気温は4度くらいになる見込みです。以上、お天気でした。ここでお知らせです。今度の日曜日2月9日は東京都知事選の投開票が行われます。 MBS ラジオでは夜8時から9時までの1時間、報道特番都知事選スペシャル大阪からどないやねんを放送いたします。都知事選の裏側にも迫って、大阪から今後の東京そして日本を占います。2月9日日曜日夜8時からお伝えする都知事選スペシャル大阪からどないやねん、どうぞお聞きください。平野さん、今日の内容いかがでしたでしょうか。はい、そうですね、まあ、
まもなくソチ五輪がですね開幕して、あの国民のこう、まあ、国威発揚的な気分がですね高まる時期に、あの今の政権というのはこうどちらかというとナショナリズムをですね駆り立てるような政策をどんどん遂行してますよね。まあ、それを伝える、まあ、我々メディアというのは、まあ、NHK に限らず新聞社も同じなんですけども、どれだけこう距離感を保ってですねこう、はい、まあ、ジャーナリズムというのはナショナリズムをできるだけ排するような報道を心がけるべきだということを言う、まあ、メディアの人たち、あの学者の人たちも多いんですが、これ大切なところですね。まあ、それを考えるとですね、まあ、このオリンピック期間中も含めて冷静にですね日々のニュースというものをですねあんまりこうナショナリズムに語られずに見つめていく、まあ、我々視聴者もですね責任があるんじゃないかと、伝える側も含めてですね、あのこの期間中というのは大事なことが、あの見過ごされないように目を光らせておくべきじゃないかなと思いますね。大切な時期かもしれません。いや、私にとっては永田耕造さん、 NHK にいらした永田さんはメディアの大先輩でもいらして、素晴らしいですね。落ち着いた語り口で、あのよく本当にあの心に伝わってきますね、今の言葉は。そうですね、市民の皆さんを信じて、市民の人たちと一緒になって放送を育てなきゃっていう言葉の私の中にも残りましたし、リスナーの方々からは報道するラジオちゃんと頑張りやというお言葉もいただいて、あの気持ちを新たにいたしました。報道するラジオでした。